ノエロン大学終わり、ホームの学校終わり、高校を原宿で過ごしてみたいなコーナー。新生スノーノーノーノエロンとテンションやや、ホームのです。今回ですね、ある企画撮影で原宿に来たんですけれども、そちらの動画上がってるかもしれないし、まだ上がってないかもしれないんですけれども、それとは別動画で原宿姉妹デートの動画でございます。内ブラザビスなので映せないけど、ご飯です。エビのスープ400円、サーモンのやつ500円、ベジソーセージのやつ250円、全然値段違うじゃん。コーンスープ2点、200円、あったかい。アイスコーヒー、アイスソイラテ、290円。誰パパの、美味しい。こちらケーキ300円、フラントベース唐揚げ180円。以上です。合計2420円。鬼寒いです。ということでですね、今とある撮影を終えまして、もう癒されまくったんですけど、もしかしたらもう上がってるかもしれないんですけれども、終わってで今から夜ご飯を食べるんですけれども、まあ原宿来たらですね、基本的にうちらはここ根岸でございます。はい、ということでですね、あの根岸美味しすぎてですね、取るの忘れてました、すいませんよ。白タンセットを食べました。はい、で今ですね、夜の原宿でございます。これ、ひなちゃんが着てるズボン買いました。私ビーゴーさんからお届けいたしました。あそこからなぜか渋谷に移動してん。えいちゃんライブで買っちゃった2人で2万円。それではお家はないの、ほのぼの。ということで、家に帰ってきたナイロンと、そうです、渋谷原宿動画だったんですけれども、動画の中でね、とある撮影で原宿に行ったっていうお話をしてると思うんですけれども、もう私たちも癒されまくってフォルダがね全部それになってるんですけれども、それプラスほのぼの最近ですね、キュンというグループでね活動しているんですけれども、その中でのメンバーカラーがね今日着ているね紫なんですね。なるべくね紫のメンバーカラーを着用して出演したいということで、本日ほのぼのは紫三昧でございます。で今日のももかちゃんの動画見たら、緑三昧の動画を撮影しました。結構なんかね、最近みんなね、ケアの中でね、メンバーカラーの方が可愛いよねみたいな、一回それで合わせたことがあって、おうおう、超可愛かったの、うん、動画撮ってる時に、うんうん、だからC からもみんなメンバーカラーで頑張ろうみたいな話をしてて、うんうん、なのでね、ちょっと私紫の服全然持ってなかったので今回購入してます。はい、ノエノは自腹でこの夏の勝負服を買いまして、プラスウームのマネージャーさんからお誕生日プレゼントもいただきまして、いろいろ紹介したいので、ほのぼののあとノエノのターンでシネドローンしちゃいます。どっちがいい？ねえ、何これ、ロディータ。なんか一応ですね、ほのぼのの金運のキャラポジションとしてですね、ガーリー系の洋服着てる女の子っていうので、まあ地雷系ですかね、はい、の女の子っていうねポジションにいらっしゃるのでね、ガーリーガーリーお洋服のガーリーガーリーお洋服のロジータで購入いたしておりました。私あの髪の毛がここら辺まで伸びるまではこのハーフツインをしていたもので、ハーフツインの女って覚えていただければよろしくお願いいたします。というわけで、一番初めはこのものが今日買った中で最も高額商品、こちらロジータ開けたいと思います。ラフォーレにねロジータができたので渋谷まで行かなくていいっていう。初めからあったくないの？ないないない。リラリラリラリー、こちらでございます。こちらですね、元の値段が1780円なんですけども、こちら 20% オフで8624円。私のこの子に比べたら全然可愛い値段だ。で私あのリズリサ持ってるじゃないですか、はいはい、リズリサみたいな感じなんですけど、もう大丈夫ですか、ロジータの紹介するときリズリサとか出して。おお、2個買ったんだ。これはねセットアップでこれの中に着る感じ。へえ、短パンだ。短パン短パン短パンになってます。こんな感じ、こうこんな感じで中に着てこうちょっと見せるみたいな。ああ、見せパンパン。超
可愛くて、他のねお店もあったんだけど、こんな感じのシークレットハニーっていうお店があったんですけども、うん、こちらはですねちょっと紫がなくって、まあそう難しいんだよね、なんかそう紫がどこのラインかわからないんだよね。あとこれ可愛いポイントとしてはこのバラになってるね。バラ、この前友達と一緒に私お洋服買いに行ったんですけど、友達スノーマンの深澤達也くんが好きなんですけど、その子が紫色のお洋服が欲しいって一緒に回ったんだけど、ピンクと紫のラインがその難しくって、光に当たるとピンクなんだけど室内で見ると紫みたいなのが多くって、なおかつ紫の服ってまあ少ないのよ、だからむずいよね。そうグレーっぽいのよ。そうグレーっぽい紫だよね。私はその個性的な紫が好きだから、もっとビビッドな紫とかそういうの私が好きだからその方がいいと思うんだけど、ほのちゃんはガーリー系の微妙な紫、いい意味でパステル系というかそういう紫が好きだからね。紫全然ない言ってたじゃないですか、AT&M に行きましたら、はい、メンズたくさん紫ありました。ご紹介いたします。これ系の紫さ脇汗やばくない？大丈夫、大丈夫、私汗とかかかない妖精さんだから腹立つ、汗とかかかない今回は時間的に H&M しか空いてなかったんだけど、 H&M にあるってことはデルシカとか多分あるよね。紫の洋服いっぱいありそう。あのレディースはなかったの。あ、そうなんだ。メンズがいっぱいあって、でもよかったじゃん、ほんとダボっとしたの着るから。そう、彼シャツみたいな。あねえねえ、誰の彼氏ご紹介します、はい、まずこちら今着てる紫に似てるね。かわいい、バッディメン。めっちゃお値段2999円の L サイズでございます。前がこんな感じになってて、待って、彼シャツの彼氏じゃん L サイズって。後ろがこんな感じで、手の部分がバットマンって書いてあるの。ベン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 、超かわいくない？母しか書いてないですね、母しか書いてないんだけど、これはかわいい。え、この顔超好き、わかる？これは裏肝とかになってないからまだ着れるね。このね春に着たいなと思って、全然夏でも着るんだけど、いや長袖だし切っちゃえばもう腕って思うじゃないですか、はい、この時期に半袖を売ってます。これ超かわいい、スポンジボブがいい。値段は2000、あ、言った、うん、こちら1299円の XL スポンジボブ、すごい、超可愛いな、これは怖い、超可愛いと思って。スポンジボブが出てんの、本当だ、しっかりスポンジボブなんだけど、お友達大丈夫そう。私スポンジボブ普通にアマプラでめっちゃ見てる。小さい南天住んでいるスポンジボブ、ズボンは四角いでしょ。幼稚園の時スポンジボブ鬼みたいに見てた、テレビで見てた。紫いいね、本当にガチ紫だね、これは。え、まだあるんですか？これはね、ちょっとのんちゃんにお値段当ててほしい、うん、これは結構グレー寄りの紫だね。しかもこうやってたらね、裏肝だからね。うわー、ほんとだ、ちょっと、まあ、いな、あとちょっとしか着れないんだけど、まあ今後ね、キュンまだ活動していきますので、2000円、とんぼじゃないですか。うん、999円、マジで。じゃあ XL 購入しました。安っ、びっくりしちゃったよね、私もこれ見つけた時。安っ、久しぶりにH&M行ったんだけど鬼安かったね、うん、すごい、うちら顔色悪くね、緑なんだけど顔が、紫色だからね、うん、これね。じゃあ次いきますね。まだあるの？続いてこちら、何着買ってるの？これでね、服はラスト、黒と紫のボダイになってる。それは可愛い。これ半袖になってて男性用なので七分丈かな、こんぐらいで着れるかなと思って。そう、大人用っていうかメンズサイズでさ、まさかの L サイズ買ってんだよな、うん、なんかね、これ2999円なんだけど、え、めっちゃ可愛い。ラストですね、あのアクセサリーの方を、あ、こちら、かわちい、めっちゃ可愛くない？かわちい。お値段がね、お高くて1499円になるんですけども、こんな感じで紫じゃん、紫の蝶々がついてるやつ。紫の蝶々がついてるよ。この服には合ってないんだけどさ、めっちゃ可愛いなと思って、一番最初これにね、目が入って、お、目が入って、これが目に入って、目に入って買いました、買いました。こちら H&M 全部の合計9815円。安くない？こんだけ買ってシーンかよって。これあのお父さんにね、マイファーザーに買ったもらったんです。マイファーザー、マイファーザー。パパがキャロジータに比べたら安いって言ってた。まあね、まあね、ロジータ分の服買ってる、ね、ロジータ分の服がこのね、エイチャンネルのパンパンに詰まってるからね、はい、今後ね、まあ、YouTube でも着ていくし、キュンでも着ていくのでね、ぜひ皆さん見に行ってみてください。はい、私これ着替えたいからご紹介してね。マジで後ろで着替えるから声は入るね。
じゃあ私もですね H&M 行ったんですよ。そこで買ったものを紹介したいと思います。高いのはですねこちらのシープで買ったものが鬼高いでございます。じゃあこの H&M で買ったものを紹介していきます。もう着ちゃったんですけれどもこちらでね2つでございます。上はですねボタンなしのジャケットなんですけれども私白いジャケット持ってなくって欲しい欲しいと思って白のジャケット買ったんですけどこちらですね5999円でございます。はい、ボタン付きのやつはまさか2999円だったの。だけどやっぱ形とかボタンなしの方がちょっと可愛くって高いけどこっち買っちゃいました。そしてこのおズボンですね、こちらズボン2499円でございます。これはセットアップとしてね着ようかなと思って着てちゃったんですけれどもこんな感じで着ます。続きましてこちら、めっちゃ可愛いと思う。可愛いでしょ。夏1枚で着る。そう、スケスケなシャツみたいな感じのやつなんですけれどもなんとお値段が激安で1499円。これ結構ピチピチだったので、まあ、着てないんですけど当ててみて若干ピチピチかなと思ったので L サイズをご購入いたしました。てかマジでシーンバリに安い。私ねシーンまた鬼みたいに買ったの。今日のお洋服もシーンなんだけど近々またシーンの紹介しますので楽しみにしててください。私もねネイルのパーツがなくなってきちゃったからね。ああシーンからなかな。で、ラストこちら。多分今年の夏流行ると思う。ミセパン XS を買ったんだけど、1299円なんだけどね。これ、ジーナシスで似たようなの見たんだけど、ジーナシスのは、まあ、もうちょっと素材が良かったんだけれども、3000円ぐらいしたの。まあ、それ安いっちゃ安いんだけど、黒パンのミセ黒パンみたいな。黒パンってさ、あれ見せるもんじゃないのよ。見えちゃっても大丈夫なもんなのよ。なんだけど、これは見せる黒パンでございます。なので、これの上、なんか、鬼みたいに喋ってたら、カメラに切られました。充電がちょっと消えちゃったんだけど、そう、何の話してるのか忘れちゃいました。これね、この模様以外にも普通に黒とかあったりとかしたんですけれども、まあ、せっかく見せるんだったら肌の方がいいなと思ってこれにしました。コスパがマジでいい。これマジ安い。絶対入ると思う今年の夏で。 H&M 以上なんですけれども、私はですね4着買いまして 11,316 円でございます。ちょっとねセットで買ったのが痛かったね、コスパ的には。でも鬼かわいい。これマジでいい。これ普通に短パンだけで、はいどうぞ。雪だるま作らない。はい、こんな感じです。え、めっちゃかわいい。でもなんかさ今着てみたらさ結構紫だよね。これあつすごい、なんかあつすごいブルーも当たってるからで紫だよね。あつすげえ光の加減紫。友達と同じようなこと言ってる。友達も買ってみて着てみたらピンク紫だよねこれ。めっちゃかわいいこの。じゃあこれは最後に紹介したいので、こちらの誕生日プレゼントを開けさせていただきます。私の好きなお洋服とか知っていただいていて、個性的な感じ。はい、マネージャーさん自身も系統が似てると私は思ってまして、はい、ありがとうございます。本当に黒が超可愛い。このお店絶対ナノさん好きですって言ってインスタ調べたら、はい好きでした。なんかちょっとね、場所的に行きにくい場所ですよねみたいな。そう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 、なんかめっちゃ歌舞伎町らしいです。新宿歌舞伎町ら辺だからみたいな。かわいいです。私もう一回見たんですよ。広げたいんでちょっと広げてみますね。これさ、事前にですね、はい、のりのんさんって今なんか欲しいものあるんですかねみたいな聞かれてから疲れるね。そう、誕生日動画あれだと思うんだけど、無印以外にのんちゃんはハンカチが欲しいって言ってたの。で、うちそれ買うの忘れちゃってナードをプレゼントしたんだけど、だからあ、のりのんさん多分ハンカチ欲しいって言ってました。ノエノンさんってあんたも言ってる。だからハンカチをね、え、鬼皮なんですけど。めっちゃ可愛い、ね、ありがとうございます。ちょっとごめんね、のんちゃんなんだけど、ちょっと頭貸してくれる。グッチみたいな。すごい、めっちゃグッチ。めっちゃグッチだこれ。タグが語ってるよね、この高そうな感じ。私こうシープとかすごい個性的なお店が大好きなんですよ。インスタ見た感じも、もう私の大好きなお洋服がたくさんありまして、めっちゃ可愛いこの靴、ね、私さ高部みきおさんの靴を履いてるんだけれども、大学に行ったらもう8割ぐらいあの靴なのよみんな。そうだからちょっとかぶりすぎてるからね、そろそろちょっとあの靴、まあすごくいいんだけど他の個性的な靴が欲しいなと思ってたんで、ちょっとこの靴いいな、買いたい。濃いね、ちょっと見てみたら。ね、ここ行きたい普通に。あんたは普通にあれじゃ歌舞伎町に行きたいっていう。あいえーってね。私この前オッドタクシーを歌舞伎町に見に行ったのね、うん、もうそれこそ東横よ。東横と言われている東方のとこでしかやってなくって、まあ、他にも何個かやってたんだけども、その東方が一番時間が良かったからそこで行ったんだけど、でもね私は思ってたよりなんかそういう感じじゃなかった。場所が違かったね。そのさ東横って言ってもさ、その全然その界隈わかんないからさ、いや怖いなあそこ。でもなんで一人で行ったわけじゃなくって、そうパピコとね一緒に行ったから。はい、
あ、そのまま行くの？はい、じゃあ、すいません。なんかサングラスとかあるから。サングラス？はい、それでは私のクソ高いお洋服を紹介していきます。私もね、ここ、なんていうの？シープ？シープ、うん、で、紫色の可愛いお洋服があったんですよ。おうおうおう、セットアップね。あったね。上が16万。はい。下が6万か7万。20何万かしました。私ですね、夏の白 T が欲しかったんですよ。でずっと回って探してたんですけれども、なかなかねいい白 T がなくって、まあ、白 T ってね一ついいもの持っとくといいかなと思ってたくさん着るから、ただなんとシープに可愛いお洋服がありまして、買っちゃいました。シープ結構個性的だけど、私の好きなケートも置いてあって可愛いんだよね。シープは個性的であんまり被りづらいお洋服はね。でも値段も相当いってるから被りづらい、ね、あ、まあね、買いにくいっていうのもあるけど、私はその大学で入学したらですね、なんといろんな方からお祝い金いただいちゃってなのでお祝い金で買わせていただきました。こちらシーンみたいな入れ物がシーンなんだけど、そう、ほぼシーンなんだけど、店員さんがねめちゃめちゃ説明してくれて、このブランドのお洋服はお洋服一つ一つ香りのついた袋に入れてくれるみたいで、これも私が買ったお洋服専用の袋で専用の香りがついているやつなのよ。この服見た時めっちゃ可愛かったね。なんか他のさ種類もあってた。ああ、もういい香り。こちらでございます。これ可愛いポイントは、まあ、全然普通のシルティーではないんですね。ででーん、見てください。ちっちゃな頃から優等生、ちっちゃなですね、こちらシャツがついてるわけですよ。もうこのシルティー外れません。外れない、はい、これはもう汚せないですね、一生。これよだれかけとかじゃなく、はい、よだれかけとかじゃなくってこういうやつです。超かわいい。これタグとかもかわいくて、そう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 、こうなってます。ここのねお店にあったね、1個めっちゃかわいいタグがあったんで、女の人がこうやってやってるじゃない。そうそう、あとその近くの黒さんね、言えてないよ、言えてないよった。せーの、坂上美希よ。こちらはですね、お値段の方が2万6000円ですね。どこにそんな金があんだよ。もう一つ私アンダーカバーも見てて、アンダーカバーにもいい感じのシャツがあったんだけど、そう、アンダーカバーは買おうと思えば買える値段だったのね、1万円前後で買えてたんだけど、アンダーカバーはパパがいっぱい持ってるから。そうなんだよね、私もねたまにね着てんの、あの U って書いてあるやつね。そうね、パパのやつがあるから、まあそれを借りればいいやと思って。ビビアン・ウェストウッドは見た？ビビアンも見た。ビビアン結構個性的じゃない？ビビアン多分ホモちゃん好きだよね。ということでこんな感じで買わさせていただきました。大学ね、私服だから何着かいい服持っといてもいいんじゃないか説がちょっと出てきたので買いました。これはあれかな、インしてカラーパンツ。あ、インしてカラーパンツもいけるけど、これ1枚で着れたら一番可愛いから、これに私の好きなコーデだよ。そう、これにこれを中に着るみたいな、それ個性的になっちゃうよね。え、個性的になっちゃう、超鬼顔じゃない、こういう風に着たいな。超楽しいね。いや夏になるよ早く。ここにあるのめっちゃいいんだけどちょっとじゃあこれマネージャーさん用に写真撮ってください。これで、はい、サムね、ありがとうございます。ということで本日は原宿で爆買い動画でございました。私はですね合計で多分四捨五入いたしますと4万円ですかね。はい、4万円ほど購入いたしました。私は四捨五入すると2万5千円から3万円になります。と、はい、いうことで6万円チャンネルです。よろしくお願いいたします。せーの、6万はい、面白いですね。6万円チャンネルありがとうございました。もうですね、もしかしたら動画上がってるかもしれないんですけれども、私たちがですね、原宿に行ったわけは、ピーでございます。もう超可愛い、毎日写真見てます。好き。ということでですね、好きでいい、好き。ということで、また今度、原宿で爆買いしてほしいよと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。のよのんちゃんお誕生日、改めておめでとうと思ったヒート、グッドボタン、これさ、これさ、どうやってんの？ 5 月だよ。うん。1ヶ月経ってる。うん、私も19歳になって1ヶ月になりました。あら、おめでとう。じゃあ、19歳1ヶ月記念ということで、はい、私から、私が買ったやつだよ。じゃあ、バイバイ。バイちゃん。低くなり響く音、透明なの